く住みよい街づくりを目指す夢いっぱいの FM21、 周波数は FM76.8MHz、 沖縄県浦添市前田丸産業ビル7階スタジオからお送りしています。今日もお楽しみください。参りました。日本の耳薬やぬち薬のお時間でございます。今日も皆さん聞いてくれてる？はい、よろしくお願いします。沖縄県ですね、今日天気予報では夕方から雨が降るとか言ってたんですけど、まだ降ってないんです。まあでもね、ちょっとジメジメしてるんですが、まあなんかずれて明日に降るという、まあこの辺アバートなのがやっぱり沖縄らしいよなと思いますが、さあ、ね、今日もまたよろしくお願いいたします。さあ今日ゲストが来られてます、よろしくお願いします。まさきさんです。はい、よろしくお願いします。はい、まさきさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりで、ね、だってさ、久しぶりですね。だから、いや、今日に来るっていうのがさ、分からなくて、はいはい、で、僕ちゃんから直前に電話して、今日ゲストするよって言うから、はい、あ、そうなのって言ったら、で、まさきさん来るんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、さあ、まさきさんとはね、はい、俺と共通点たくさんあるよな。ありますね。ね、いやいや、まあ私も去年まで与那原町に住んでまして、はい、で、そして私の子供もハイバル高校もね、通ってまして、はい、私もハイバル高校で PTA 会長をさせていただいたんですよ。はい、はい、そして何、私の次が伊藤さんで、その次が荒垣さんで、その次が正樹さん。あ、そうですね。はい、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、ボギーちゃん、もう PTA 会長、いや、嬉しいじゃないですか。嬉しいわ。 PTA の仲間がいるっていうのはね。だからよ、一緒にちょっと教育についていろいろまた語れたらなと。そうなんですよ、思っております。はい、よろしくお願いします。まあね、早原高校といいますと、京都芸能がね、はい、本当に全国的に有名でありまして、いろんな形でいろんなところにもう派遣をして、はい、頑張ってるよね、はい、でも子供たちがとっても活発なんですけど、もう僕もだからブランクあるから今の、はい、早原高校の子供たちどうですか？ですね、うん、おそらく私たちの時代、私今40年なんですけど、うん、はい、の早原高校っていうのは、うんうん、すごく制服の指定もなくて、はい、とっても荒れた高校っていう、あ、初期の頃ね、イメージだったんですね、はいはいはい、これがまあ、それぞれのこれまでの PTA 活動とか、はいはい、先生たちのご尽力で、はいはい、今もとっても規律正しい、そしてまた目標をしっかり定めてですね、目標に向かってこのみんな頑張っている。ああ、でも本当に校門からくぐったらみんな挨拶するんですね、綺麗に。いいよね。ですね、だから、はい、昔のような、うん、ハエバル高校のイメージは全くないんですね。あ、まあ俺たちの時代ってさ、はいはいはい、俺たちだって、はい、女性とのスカートが短かったんだよ。あ、はいはいはい、でね、もう先生方にも、先生方ちょっとおかしいよ、うん、こんな短かったパンツ見えるよ、こんなふうなね、これを指導しないとどうするのと、はい、で、やっぱりこうね、人間って、もう普段は欲望持ちなくても、はい、見ることによってはそういう衝動が起きてるじゃん、はいはい、これは絶対ダメだよ、挑発してるからって、はいはい、お願いして、うん、やっと今どう？今もうその辺は大丈夫、もう大丈夫です。ああ、本当に大丈夫、時代よね、本当に時代ですね。もうね、だからやっぱりこう自己主張、まあ分かるけどさ、はい、はね、やっぱりこう若い子だから、この辺をちゃんとこう子供たちに教えていかないとね。はいはい。だから、そうですね。うん、まあ自由にしたら下で、うん、まあそれも主
張、ね、個人の主張できるということでは一ついいかもしれないですけど、でもやっぱりまだあの高校生活までは大人になる前の準備段階ですので、そこでなぜそういうことに必要だよということをする上では私はいいと思ってるんですね。社会のね、やっぱり常識はやっぱり高校でちゃんと知って教えていって、はい、でやっぱりこう打つことも、そういうし、ね、はい、こう、はい、この何自分に磨き、はい、そういうのも含めてね、はい、はい、ぜひ、まあ、学校の先生方にお任せするんじゃなくて、はい、やっぱり私たち PT のメンバーですね、はい、ちょっと先生たちと相談しながら、はい、ここはちょっとおかしいから、こういうふうになってもらえないっていう、はい、そういう方にこう相談し合って、やって、ね、はい、大人がこう、そういう、いい雰囲気を作れたらいいなと思います。もうまさしく、そうですね、大人が先生たちと、いいと、いいが、一緒になって、団結しないと、いいと、いいが、もう、両輪ですからね、で、今、校長先生も、去年から新しく変わって、で、PT 会長も質も変わって、京都先生もまた変わったんです。ああ、やっぱりね、2年ぐらいで変わるよね。変わりますね。学校先生方はね。全く新しい、みんな新しい取り組みなんですよ。あ、そう。で、今年からの取り組みとして、制服のリサイクルを始めようということで、あ、俺たちの頃やってたよ。あ、やってました。うん、要するにやっぱり、はいはい、ほら、制服って高いじゃん。うん、高いですからね。だからそれを変えない、まあ、本当だったら、着替え、はいはい、2着とか3着欲しいんだけど、もうやっぱり高いから1着しかないとかね、はい、夏のほら暑い時にもう足だらだらしてさ、汗かいて、もう汗臭いのをまたね、こうよく身につけてきて、はいはい、大変じゃん。そういう意味でやっぱこう卒業生にお願いして、はい、それを給付してもらって、それをまた会場の人たちに、ね、はい、またつけていただいて、はい、うん、やってるんだ。やってます。嬉しいね。からはもう、とりあえず集めるだけ、はい、集めよう、うんうん、そしてたくさん集めて、うん、また次年度から、うん、例えば、これはこれぐらいのシミがあるから、はい、ちょっと500円とか、あ、はいはい、これは1000円とか、ちょっと値段をつけてですね、やっぱりクリーニングとか出してから、出してから、ね、そうですよね、うん、それまだまだ問題はあるんですけど、うん、でもほら、うん、やっぱりこう、シミとかこう汚れはね、はいはい、やっぱりこう、つけてると、必ずもう、ね、出るから。出るから、うん、これはもう我慢してもらう。我慢して、どうせ見えないところ、そう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 、ね、そんな極端にひどいものはないので。はい。なんとこのボギーちゃんも、はい、那覇西高校の PT 会長だったでしょ。だからそこで俺知り合ってるから。はい、私 PT 会長で、はい、まあ歴代 PT 会長の中で、ダース・ベイダーと呼ばれた私ぐらいで。どうしてですか、ね、学校の中、こうって歩くからじゃないですか。はい。私の顔を見る、あったんですね。あったらしいですよ、はいはいはい。だって私の顔を見たら横向く先生もいましたからね。あ、はい、なるほどなるほど。すごかったですよ。すごい。これが大人のいじめかと思いましたからね。ああ、これが大人のいじめ。だから真ん中の考え方を持ってる人は、はい、要するに先生たちから見ると右翼にっていう、そういうレッテル貼られて、はいはいはい、バンダナ右翼って言われたっけ。散々言われましたよね。なあ、そうなんですか。そう。いやだから那覇西高校で、はい、今まで、まあ、創立25周年ぐらいになるんですけど、はい、ただ1回だけ卒業式で、はいはい、コンサートしたの自分の時なんですよ。そうすごい。それでこれ完全に生徒たちにも内緒にして、はい、秘密秘匿にしてですね、サプライズで、はい、この卒業生たちが小学校中学校の子に聞いてた、はい、すごい流行った D51 っていうグループがあって、沖縄の代表、はい、ノーマープラ、はい、クライとかすごい子供たちが聞いてたアーティストを呼んでですね、はい、皆さんはこの3年間沖縄一厳しい校則の中で一生懸命頑張ってくれた、はい、そして文武両道で素晴らしい成績を上げてくれたと、はい、私たち保護者は、はい、その皆さんの頑張りに、はい、一つサプライズを用意したということで前に進み出て、みんな何だろうっていうかでキョトンとしてるポカーンとしてるんですよ。はいはい。そこで私がではご紹介しますと、はい、D51 の皆さんですって最初みんな嘘と思ってるんですよ。で幕が開いて本物が出てきたから、はい、もう体育館の中揺れるぐらいすごい歓声、はいはいはい、でしょうね。卒業生2年生1年生、はい、保護者、はい、みんな知ってるじゃないですか、はい、D51 っていうの、はい、これもうすごかったよ。体育館なんかうわーっていう感じでもう揺れてですね。これすごいですね。で子供たちももう生徒たちも、はい、まあ、最初はおとなしく
聞いてたんですけど、うん、最後はもうコンサート会場になってしまって、もう飛び跳ねてお互いで肩組んで泣きながら聞いてたんですよ。ね、でしょうね。で後で聞いたら、もう最高の卒業式だったっていう、はいはいはい、ところが、うん、これのしっぺ返しがすごかったですね。しっぺ返しがあったんですよ。実はですよ、先生方からのしっぺ返しがすごかった。ある先生私にこう言ったり迫った。はい、会長があんなコンサートをするから、はいはい、私のところに誰一人卒業生が挨拶に来なかったと。あ人徳の問題だけどね。もう一つ、はい、会長がコンサートをするから子供たちが興奮して、はい、帰りの花道をまっすぐ歩かなかったと。歩かなかった。いやあれまっすぐまっすぐ歩かないよね。あっちこっちでプレゼントもらったら、なんかね、なんていうんですか、そうプレゼントレイとかしたりするから、そうそうそう、もともとね、うん、で次会長があんなコンサートをするから、はい、私たちは時間通り帰れなかったと。ああなるほどなるほど。確かに、まあ、みんなそれぞれ仕事掛け持ってますからね。はい、次、うん、会長がコンサートするから、はい、昼ご飯を食べられなかったと。昼ご飯を食べれない食べなかったあんたが悪いんでしょうでしょ。ああそうですか。いやもっといっぱいありますけどね、はい、一応代表的な4つを、はい、うんうん、で私はそれがどうしたと、うん、はい、卒業式は生徒の、ね、一生に一度のものであると、うんうん、その来ないっていうのは先生の人徳の問題じゃないですかってビシッと言い返したんです。これに近いような話で、うん、要は教育あの一生涯の教育として何を取るか、うん、例えば拘束とか決まりに縛られた中での教育をするのか、うん、それとも一生涯を通した教育をするのか、まあ、これに近いような話が最近ある、うん、あの中部の高校であったんですけども、うん、はいはいはい、例えばあのお母さんたちが毎朝、うん、朝早く起きて作っている弁当、お弁当、はいはい、このすごいよこれありがたみをありがたいよ生徒さんたちにちょっと、うん、あの分かってもらおうということで、はい、ある高校がですね、うん、あの例えばこの学校の行事ごとに、うん、この行事の日は子供たちが自分たちで弁当を作ろうじゃないかというのを、うん、P でこれを企画したんですね、うん、そうするとやっぱり先生方からじゃあ、弁当を持ってこない生徒がいたらどうするのと、ああ、まあ、いろんな問題がここには、わかるけどな、ね、出てくる出てきたらしいんですね、うんうんうん、だけれども、うん、やっぱりここをプラスにとってですね、うんうん、やっぱり例えば極端な話、うん、1日ご飯食べなくても死ぬわけじゃないし、うん、はい、でまた持ってきてない生徒に対して、うん、生徒同士で分けるんだ、分け合うというこれがよ、これがこれが本当にこう社会人のあれだよね、うん、そうですね、助け合い、そうそう助け合い、うん、ですから何が大事かっていうのを、うん、もう本当に響いた教育ですね、うん、生きた教育をするために、うん、そこは P が頑張ってやったんですね、やったんだ、うん、まあ先生方も理解してくれて、うん、はい、それを今も続けてるそうなんです。ああ本当に素晴らしい教育だなと思って、はい、もうお母さんたちだって仕事をしながら、うん、そうだね、仕事でもね、いろんなことがありながら大変だよ ね、朝も早起きしてやってるじゃないですか。沖縄ではさ、夫婦共働き当たり前でしょ、ね、はいはいはい、そしたら生活できないさ、うん、でそれどれだけ自分たちがもう親にこうね、はいはい、こう育ててもらってるか、うん、だから社会出て自分たちがほら、はい、そういう苦労して初めて分かるんだけど、高校生の時に分かるっていうのは多いと思うよ、本当に、ね、うん、だからそれは素晴らしい、本当にうん、ね、うん、まあ、なんか活動だなって思うんですね、はい、生きた教育だな、生きた教育で、でここの会長さんは、うん、このお弁当のこの話をですね、うん、県議会の方から読んで、あれは総会の日になったのかな、うんうん、にやったそうなんですよ。この PTA が全部集まるときに、あだから呼んで全国大会とか九州大会とかではなく違う、もう単独でこの学校で、うん、すごいね、企画してこの時にこの講演をやったらしいんですよ、うんうん、だから素晴らしいなと思ってですね、うん、そう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 、でもこのねだってやっぱりあの九州大会とかさ、はいはい、あの全国大会でこれ事例発表すべきよ、するぐらいのね、うん、すごいネタだよ、ですよね、うん、だここの生きたほらもうやっぱりこう、逆にほら全国みんなほら、はいはいはい、なんかをもらあの受け取りに来てるじゃないこれ大会って、でこれを多分もういいと思ったら受け取って、はいはい、自分たちの学校にもフィードバックするじゃないか、うん、そういう意味だもんいいだろう、ね、うん、まあこれもいい話なんでぶっちゃけ言うんですけど、風田高校の今 PTA 会長の石川校長さんについてからあはー、はい、もう素晴らしいですよ、風田か、はい、
やいや、そうなんですよ、もう本当にすごいですね、うん、私もこの方からいろいろこうやって勉強して、うん、やっぱね、いいことなので、そうそうそう、いろいろ取り組もうかなと、うん、取り入れたらいいと思うと思うんですね、うんうんうん、だからやっぱり親に感謝するっていうのが今一番、はいはいはい、感謝する心が今ね、うん、まあ大人もそうだけど、はいはいはい、子供たちにもなんか受け継がれてるじゃんね。まずはやっぱりこうお互い感謝して、お互いまた、うんうん、お互いの存在を認め合って、はいはいはい、お互い助け合う社会を作らないとさ、うん、ですよね、今なんかさ、もう殺してみたかったとかさ、はい、もういじめの問題とかさ、はいはいはい、もう本当にね、こう情けないよな、本当に。そうですよね。うん、もう本当に、あとですね、うん、私あの、初めて会長職を、ね、うん、あの務めさせてもらうんですけど、うん、最初は小学校、中学校に比べて、うん、まあ、そんなに活発じゃないだろうと思ったんですね、あ、はいはい、高校生だからっていう感覚だったんですね、はいはい、ちょっと蓋を開けてみてびっくりなんですけども、うん、もう2倍3倍いるんじゃないかっていうような PTA の活動があるのにちょっとびっくりしてるんですけど、うん、これなんでだろうって思ったら、やっぱりお父さんお母さんたち子供のこの進路についてみんな一生懸命なんだと思ったんですよ、はい、進路か、はいはい、高校からもやっぱり大学に進学するのか、うん、就職するのか、はい、とか、はい、専門学校行くのかとか、そういうあの奨学金の勉強だったり、はいはい、でまた、うん、進路についても、うん、例えば、大学に行ったんだけれども、うん、辞めて今はこういう仕事についてるよ、でも今成功してるよとか、うん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 、いろんな事例の卒業生のお母さんたちがやってくれるんですよ。あ、いやいや、そういうのをみんな、あ、やっぱり子供の進路については、うん、皆さん、父兄の方々、うん、真剣なんだなって思ったので、ね、うん、そこがもう本当に全然違うと思います、うん、だから、ね、やっぱり意識の問題で、本当に子供の将来とかさ、はい、こう、生活に関わることをね、真剣に考えてる、うん、お父さん、お母さん、保護者はいいんだけど、はいはい、逆にもう高校に丸投げで、はいはい、学校を任せた、うん、もう学校でなくていいやって言っても、はい、もう年に1回と2回ぐらい、なんかの、あっという間に行けばいいやっていうぐらいの感じに、はいはい、ですよ、ここがね、やっぱりこう、だからせっかくのあの保護者もさ、はい、こんなチャンスを自分が進んで中に入ってくると、いろんないい社会勉強できるし、はい、子供の将来のことも考えてさ、はいはい、子供たちもアドバイスもできるんだけどなぁと思うんだけど、実はそうですね、少し PR してもよろしいですか。いいよいいよ、言って、まあそういう子供たちというか、例えばあの今那覇商業の定時制からも今2回講演をしたんですけど、はい、あと那覇工業の定時制と、あと名護中学校も、例えば、まあ、高校の会長に2回、はい、で、南部商業でも1回、講演をしてるんですけども、まあ、私自身が、例えば、29歳で、南部商業の定時制に通ったんです。31で卒業して、まあ、で、まあ、今は、まあ、これみたいに、頑張ってるんですけど、そういった背景から、うん、ちょっと子供たちの内容を話をしてくれませんかという先生方の間にちょっと広がってですね、それで、まあ、例えば単位がまだまだ習得できない生徒とか、うん、で、まあ、似たような経験もありますから、うん、その辺を話してくださいということで、うん、そうですね、だから、ハイバル高校でも、まあ、そういう対象に、またそういう考案もしていきたいなと思ってるんですね、うん、だからさ、途中でさ、中途退学する子供たちが本当にかわいそうよ、ですよね、なもっとかどうにか切迫していこう、最後まで3年間頑張らすことできないのかな、そういう意味では、やっぱりこう、本当に経験してきた人がね、はい、こう実際の自分の生の声で、これを子供たちに伝えるというのは響くんだよ、はいはい、もうね、先生たちもほら、順風満帆にほら、別途本部やりなくて、はい、小中高大学と行ってる人たちだから、はいはいはい、で社会に出てないやつはほとんど、うん、すぐ大学出てすぐこう教員採用されて先生になってるもう方たちがたくさんいるんだから、はいはい、そういう意味では社会になってね、もう社会の勉強がこうあらがに揉まれてさ、はいはい、プロも知ってる人が先生になってくれたらいいなと思うんだけど、はいはい、そうじゃないですかね、はいはいはい、まあ、うん、そういう意味ではやっぱりこうね、こう終わったあの保護者がね、はいはいはい、そうやってあのこう出番を作ってちゃんと、うん、真実の声、生の声、うん、だから先生方もやっぱりそういう体験を し,、まあ、してない方が結構ほとんどですよね、うんうん、だからそこを分かってくれて、うん、やっぱ依頼来るわけですよ、ね、いいよね、そういいと思うよ、うん、みんなお互い持ちつ持たれつでね、そうそうそう、持ち屋持ち屋でやるじゃないですか、うんうん、だからそういう感じでやっぱり
どん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 活用してほしいなって思うんですよ ね、うん、だからやっぱりこう役割分担、役割分担だから自分たちができないことはこういう ことができる人と活用して、うん、はいはい、そういう意味でだからね、早くやった人材なんて作ってさ、はいはい、あー、活用していった、ね、だからあの すごい能力を持ってるんだけど、うん、あのお願いされないし、はい、だから誰も認めてないから、はい、分からないから、はい、お願いされない、そこでやっぱりこう何ができるかっていうのを、うん、調べて、そうですね、例えばなんかあの、ね、なんかあのこうかっぱ、はい、イベントがある時とか、はい、あ、この人、はい、音楽やってたりとかさ、はいはいはい、あ、この人なんかすごいのあの手品ができるよとか、うん、ピアノ弾けるとか、そういう活動、はい、して経験でやっぱりこう仲間作り出番を作ってあげると、もう本当に素晴らしい学校だよね。そう、親はね、親がこう、はいはいはい、目立つと、うん、で子供たちはあ自分の父ちゃん母ちゃんすごい、他にすごいっていう、やっぱりこういうね、はいはい、再確認できるからさ、できますね、いいと思うよね。そうです、うん、一番やっぱりこう高校だともうあのなんていうの、義務教育じゃないっていう判断があるじゃん、はいはい、だからもう、ね、先生たちも、まあ、悪ければそこが悪ければ、はい、もういいや、もうやめさせてもいいさっていう感覚の人がたくさんいるんだよ。そこをなんとか この子の義務的にやるんではなくて、うん、そうですよね、持ち味を生かして、はいはいはい、もうその人 この子供の、ね、能力を、うん、引き出してさ、ね、開花させてあげたらもう、はい、もうこの子供にとっては一生涯の恩師になるよね。はいはい、だからここなんだよな、そういう子たちに対していつも言うのは、うん、やっぱり人生の中で言うと、うん、まだ10代じゃないですか、うん、あの一日のタイムスケジュールで言うと、うん、まだまだ朝方だよって、そうそう、まだ目覚めたぐらい、目覚めて、ね、そうそう、目覚めたぐらい、うん、ね、朝ごはん食べようかなみたいなっていうぐらいまだ焦らないでいいよと、そうそうそう、ね、うん、チャンスはまだまだあるし、大きな必要じゃないかなと、そうだね、だからもう PTA としては面白いのを取り上げてね、こちらのトリオの家庭の事情もありますね、こちらの今社会が厳しいから、そういう意味で何ていうの、はい、公認されてたり、はい、逆に過保護であったり、はいはい、もう本当にあの朝の食事もしないで来てる子もいると思う、この辺もやっぱりこ こうリサーチして、この子供たちに、どう伸ばしていけば、やっぱりこう、保護者同士も意識改革をしないとね、はいはい、そうですね、例えば、こう、過去あってるその3年間で、子供が、本当に一日でコロッと変わるからね、はい、本当にいい、いいことをね、はい、いいあのエネルギーをしたら、その辺も、やっぱりこう、あの、親子に意識改革を考えてほしいなと思います。ですね。うん、子供たちの話で、うん、今のような子供たち、うん、ちょっと面白い話、ちょっとこうやって何年となる、ちょうど、12月に、うん、まあ、ある福岡で、うん、神社に行ったんですね。そこの神主さんが言った言葉が、はい、まあ、悪いことをするのにもいいことをするのにも、うん、みんな同じ人文を使ってるって言うんですね。あ、はいはい、例えばこう学校で子供たちがどんなやってあの授業を受けないようしていいか、うん、どんなやって単位を取ろうかとか楽してやろうかとか、いやいや、そこに逃げ道かもしれないけど、うん、そこにはかいくぐるエネルギーを作ってるんですね、うん、あるある、これだけかいくぐるエネルギーを使ったってことは、うん、同じこの尺度で、うん、もうこれを反転させて同じ尺度でこの子たちが、ね、あのいいことをするのにも、うん、同じエネルギーを使うっていうんですね、うんうん、だからこれだけあのエネルギー使った人はこれだけいいこともできるっていうんですね、そうそう、だから方向転換の違いで、うん、そこを目覚めさせてあげればきっかけなんだ、ね、これだけ社会に貢献もできるんだよって言うんですね、うんうん、なるほどと思って、だから子供たちにはそれを言うようにしてます、うんうん、だからね、そう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 言ってましたね、うん、そういう意味ではね、やっぱりこう もちろん学級の担任の先生とかがね、うん、はい、そういう、はい、あの少しゆとりを持ってね、ゆとりを持って子供たち、ね、一人一人のね、を見て、あ、この子に足りないところ、はい、この子はこうしたらいいとかさ、はいはい、どんどん、はい、この子にきっかけとして与えることができたらいいんだよな、ね、そうですよね、一番ね、生まれだけじゃなくて、俺たちもそうだけど、BTS とかさ、はい、この子たちとこあのなんて触れ合うチャンスなんてほとんどないじゃない、はいはい、なんかの集会でさ、ね、挨拶したりとか、そうですね、そのぐらいしかないからさ、はいはい、思ったやがもう、俺みたいな先生がそれを取ったと思うんですが、個人的に関わってくるからな。そうですね。うん、ねえ、ボギーちゃん、いかがですか？いや、なかなか面白い話で、ワクワクして聞いてますよ。はい。
まあ本当に子供たち、うん、やっぱ学校に任せっきりっていう親が最近あまりにも多すぎて、だからじゃあどのように保護者を学校に目を向けさせるかっていうと、はいはい、やはりこの PTA のエンターテインメント化っていうのを私考えたんですよ。いいよね、はい、つまり活動するのが楽しい PTA にするということ で、はいはい、で何かと面白いイベントをやったり、うん、まあ、見学会バスで行ったりとか、はい、そういった風にあの保護者が来れるような環境づくりをしていくと、はい、あ、PTA って面白いねっていうことで、どん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 やっぱり人が入ってくる。あの原則論だけ言っちゃっても、あの学校任せにしちゃいけませんよっていうのを鼻くそほじってこないんですよ。そうじゃなくて、やっぱり来たら楽しいんだっていう、そういった面もやっぱり準備してあげる。ですよね。はい、もう要はあのP がどれだけやるかっていう視点ですよね、うん、私もこれ賛同するところあるんですけど、例えばですね、うん、あのよく、選挙活動なんかで、はいはい、あのまあ極端に言えば半分が投票する人たち、うん、半分が投票しない人たち、はいはい、で私が考えるのは投票しない人たちほど、うん、あのブレない人はいないと思うんですね。結局あのみんな訴えるときには、うん、あの皆さんの一票が街づくりを変えるんですとかって言うんですけど、でもそういうあんたたちにあの魅力がないから私たちは入れないんだよ。ああ、そういうそれすらもそれすらも思ってない人たちがほとんどなんですね。応援してあげたい人がそう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 。ですから議員だったり今言うように私たちの PTA が魅力がなければ誰もそこに賛同しようとしていないんですよ。だから今までの発想は逆で、こんなブレない人たちがいるっていうのは本当にありがたいなと、うん、この人たちに感動させる響かすことができれば、うんうん、もっと世の中動かすから、はい、そこを考えないといけないなって思ってるんですね。大人の発想切り替え、うん、だから要するにそういうあの人たち、大人はさ、はいはいはい、要するにあの何て言う、落ちこぼれ、はい、落第生っていう意識でバッサリ切って、うん、もう捨ててるから、はいはい、で結局この子たちをこう魅力をなんか分からないんですよ。分からないんですよ。逆に言えばこう PTA の面白さっていうのは、はいはい、役になってるから会長だから、はい、それこそあの、うん、こう役員の皆さんと相談して、はいはいはい、でじゃあ、 あの委員会活動もどう面白くするか、はいはい、魅力作り、はいはい、あ、これ委員会面白いなと、はい、そういうものを、ね、やっていいか活動させて、それにまた1回年に1回2回ぐらいは、はいはい、ボギーちゃんが言ってるように、はい、この役員の楽しみ会、はい、そういう会とかね、こういう会とか、うん、そうノミニケーションとかそういうのもこう企画して、はいはい、どんどんやっていくと、どんどん、はい、あのハイバル高校の PTA 面白いよ、楽しいよって言って、そういうのを口コミでさ、もう、この、パッカンカッカンたちが、あの、保護者の皆さんが、はい、じゃあちょっと俺もやってみようかなとか、はい、それ寄ってくると思うんだよな。そうですね。だから、そうと一緒。一緒ですよね。やっぱり、この温泉活動っていうか、魅力がないと、誰もついてこないし。政治を誰がやっても、もう変わらないよって言ってる、もう、この諦めモード、そう。これをね、うん、やっぱりこう議員さんになる人、こう、はいはい、こう変えていく、こう私がやったらこの街をこんな風に変えていきますよっていう、はい、ね、もちろん有言実行だよ。そうですよね。公約してよ、はいはいはい、マニフェスト作って一回も一つもやらない連中たくさんいるからさ、はい、それを言ったことをやる有言実行、はい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 、そういう人をね、こう一期二期目どんどんほら、うん、この人信頼してもう広がってから最新車、そうですよね、これが一番いいと思うよな、はい、うん、だからね、ヨナコルもね、またあと 1週間後、うん、はい、ね、まあ今大変苦労してると思うけど、はい、うん、でもやっぱりこういうふうにこうプラス思考で、では自分がなぜここに必要なのかっていうね、はい、うん、そうですね、うん、私 PTA でしょ、ですよね、うん、やっぱそれぞれのやっぱり役割があるので、果たす役割があると思うので、うん、それをいかにこうたくさんの人を伝え切れるか、はいはい、ね、ね、難しいよね。でも、はい、では早速メッセージが入っております。はい、はい、これあのなんと札幌から、あ、はい、札幌で、ネットのラジオで聞いてます。あ、ありがとうございます。ペンネーム9813、あ、はい、お久しぶりです、メッセージ。日本を取り巻く情勢は非常に厳しい状況でございますが、はい、私も一生懸命頑張っていきたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。皆さんが、頑張ってる姿を私は本当に頭が下がる思いで見ています。あ、嬉しい。これからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。嬉しいですね、北海道からね、こうやって聞いてくれて嬉しいよね。はい、実は今日、ボギーチャンネルっていうサイトで、はいはい、生で今、
あの、まさきさんの顔、はい、表情を流してえ、ポギーチャンネルに乗っかってるって、はい、顔がですか、これいやいや、これ喋ってるのも、あ、喋ってるの、これラジオはですよ、まさきさん、はい、この見える範囲にしか届かないんですけど、はい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 、今あのネットで見てる人たちにまさきさんの顔とか、はい、表情、あとね、喋ってるところは全部動画で今流れてる。全国的に。これ1カメどこですか。あ、1カメ、こっち、これ1カメ、これなんです、これ、これなんです、これなんです。よろしくお願いします。全然わからなかったですね。便利な世の中になってるよ。ですね、インターネットでさ、はい、もう世界中に伝わるからか。こういうふうにやっぱり教育に熱心な人たちがやっぱ出てくるというのは、としては非常にありがたい。うん、まあ、どっちかといえば、どこの、うん、まあ、議員さんもですよ、うん、教育となると、やっぱり尻込みする人非常に多いんですよね。みんな、都市計画、土木関係とかに従って、はいはい、教育は誰がやりますかって言うと、結局手を挙げる人がいないっていう状況がまあどこでも生まれてる、はい、まあ、学校の PTA でも新しい年度になって、学級クラス分けをして PTA の役員を決めようとしたらさっといなくなる、はいはい、そういなくなるか、あの、そうですね、この時間で下をつむいて、はいはいはい、時間をやり過ごすっていう、お通夜のような感じでかわいそうなってるんですけどね、そういった中で、まあ、まさきさんのように自らそういう、ね、行動でですね、まあ、子どもたちのためにっていうところで頑張ってること、非常に私はあの、うん、沖縄のあの政治を志してる人の中で珍しいなと思って、うん、非常に感心してます、今、もう、うん、本当に今話聞いててね、源ちゃん本当に素晴らしいなと思ったんですよ、ね、やっぱりね、もう世代はね、もう若い人に引き継いでいかんといけないんだよ、はい、ところがやっぱりこう、もう俺たち50代60代がね、はい、いつまでも頑張ってる社会になってないんだよ、もうやっぱり継続して継いでくれる、はい、若い人がね、どんどん出てきてほしいわけ、沖縄県、沖縄県よ、もうそうですよね、やっぱり、うん、世の中を変えるって一気に変わらないじゃないですか、うん、やっぱり、うん、この教育っていうのは若い人、うん、その次の世代を担う若い人たちの考え次第で徐々にやっぱ変えていくと思うので、まあ、で今その教育っていうか、まあ、政治に若者がやっぱり興味を示さないとなってるっていうのが非常にね、うん、あの主題問題だと思うんだけど、例えば沖縄でしてみると、はいはいはい、沖縄での問題ってのも基地問題ばっかりで、はいはい、全然そうだね、若者たちの気にしている雇用とか、はい、子育てとか、はい、あと教育問題っていうのは全く光が当たらないと、うん、まあ、そういった中で県政のトップが、はい、まあ、自分のライフワークは基地問題なんて言っちゃうと、ますますみんなげんなりしちゃって、政治家に対する希望も期待もなくして、まあ、誰がなっても変わらないっていう人たちが街に増えてるような気がするんですけどね。マリさんに聞きたいのはさ、はい、あの去年からあの18歳から投票できるようになってさ、はいはい、あの私ハイバー高校のあの18歳に達する子供たちって選挙に対してどんなあの、なるほどね、実態ってどんなの、はいはい、思いを持ってるのか、これは分からないんだな。確かに、私これはいいことだと思うんですけど、例えば、これのデメリットというのは、やっぱり今までの世の中の日本の仕組みが、もう出来上がっている中で、これを変えていくというのはデメリットかもしれないんですけども、先ほどの、人生の中で考える、人生として考えると、はい、若いうちから教育をこうであるべきですよねという教育を受けるっていうのは大賛成だと思うんです。ですから若い人たちの投票率がまだまだ低く、で政治にも無関心だ、本当に無関心だっていうのはまた繰り返すんですけども、政治家がそれだけ魅力がないとこれはできないことだと思うんですよ。だからいくら若い人たちに投票行きなさいよ行きなさいよって言うのは簡単だけれども、魅力があるような、このワクワクするような街づくりを、この政治家が生き生きしてやってないはずなんです。何らかの、例えばテレビ見ても、足の引っ張り合いじゃないかって子供が見ても分かるぐらいのことをやってしまっては、どこに政治に魅力があるんだろうって、これはもう若い人たちの生の声なんですね。だから、本当に生き生きした姿で、人生楽しくなっていう、その街づくり感を見せないと、これは掘り起こしはできないと思うんですね。だからさ、こう
こういう社会を作ったのは、俺たち大人が作ったんだね。だから、こう、子供たちを潰してるのも、大人なんだよね、実は。実は大人なんだよね。だから、そのこういう社会をさ、ぶっ潰してよ。この、おいては、おいしかないじゃないけど、若い人たちの感性を、やっぱりこう、大人が伸ばして、こう、可能性を広げて、この子供たちのやる気を育ててさ、自分たちの地域をどうしたいのっていう、この意見を聞く仕組みをさ、本当にこうやっぱりこう地域から作っていかないと、自分たちの意見何を言ったって何も通じないし、もう右から左に聞き流すし、はい、なってね、定型だよという、これ諦めさせてる俺に違うんだろうって、そうですよね、そこなんだよね、そうだと思います、だからそういうのも、やっぱりその辺の社会、しがらみのある社会っていうのを、いかに、透明性とか、そういう話でなくて、みんなそれぞれにあるじゃないですか。そう。それぞれの事情があって、あるじゃないですか。だけれども、目標は一つ、世の中を良くしたい。良くしていこう。良くしたいっていうですね。みんな幸せになりたいんだけど、なんか不幸せに向かって進んでるこぼれてっていう、ね、今の時期不思議じゃん。この不幸せっていう言葉にまずちょっと、疑問を感じることがあるんですけど、例えば私たち、さっきちょっとそれだから言うんですけども、私たち例えばですよ、例に挙げると、私の言い方を今後変えていきたいなと思うんですけど、例えば私たち沖縄は、こうやってやられてきたんだ。例えばですよ、今までね、戦闘があって、こうやってやられてきたんだ。だから私たちはどうするべきだ。これはいいことなんですけど、例えばですよ、私たち家族が、こういうふうに、子供たちに、親が、私たち家族はこういうふうにやられてきたんだ。今後はこうあるべきではないというと、これはすごく子供たちにとって、やっぱ親の言うことは、信用するので、じゃあで、憎しみを持つような教育をしてしまったらダメだと思うんですね。だから、例えば私たち家族は、こういうふうにされたんだけれども、未来を切り開いていくには、あなたたちの考えを持って、新しい未来を切り開いていかないとダメだよっていう、教えをしないと、いつまで経っても未来はそのままで止まっちゃうと思うんですね。ピンポン。そういう教育をしていかないと、これはもう、政治にしても仕事にしても子育てにしても全てそういうことを言っていかないといかないんじゃないかなと思うんですね。そうだね、アニメさ、もう戦後も70年以上経ってしまったのに、いまだにこう昔のそういう恨みつらみこう、ね、まあ、妬みこうでも、これも分かるよ。そうそうそう。でもさ、こう時代は日進月歩でこういう世界の感覚変わっていって状況変わっていってるのに、じゃあ平和をどう維持するか、そこに全然行ってないじゃん。最終目的はみんな手をつないでいってますから、ね、みんなでね、みんなで仲良く助け合い、支え合って、社会を、ね、平和に変えていくけど、でも、残念ながら沖縄県、喧嘩してるでしょ、もう毎日怒ってるし、おかしいじゃないのっていう、こんな中から平和が生まれるのかっていう、ね、おじちゃん。まあそうですよね、これは。なんか特にこの平和教育なんか見てると、まあ、その生徒たち、子どもたちに、まあ、戦争の悲惨さをこれでもか、これでもかと、ね、ハイバルでは、ね、なんやこの防空壕の匂いをわざわざ合成して、子どもたちに嗅がすっていうことまでやってる、はい、ネテルの夜のところでやってるんですけど、そこまでして戦争の悲惨さを教える割には、どうしたら戦争を起こさずに済むのかという未来志向が全くない。子供たちにそれを考える力を本当与えるのが、本来の平和教育であるはずなのに、なぜかその戦争の悲惨さだけを刷り込みするような教育は沖縄でやって行われてきた。そして沖縄のこの、沖縄戦というのは確かに大変な戦いですよ、自分の子供の頃はあちこちがこれも出てきたし、不発弾なんてやって遊んでましたよ。それで子供心ながらに何か大変なことがやっぱこっちであったんだなっていう思いは持っていたんですよね、まあ、そんな中で今の教育っていうのがそういうふうに悲惨だ悲惨だって沖縄のことだけ教えて、例えば教科書に沖縄戦のことが載っていない、集団自決
のことが載ってないっていうと眉間にシワを寄せて大騒ぎをするんですけど、じゃあ東京大空襲のこと知ってますか、名古屋のこと知ってますか、仙台も襲われてますよ、それ知ってますかって言ったら、それを知らない、そう、俺たちのことを知らないと許さん、だけど他のところは知らないって言うと島国根性かな、はいはい、沖縄やっぱり脱却すべきなんですよ、そうそう、ね、沖縄差別されている、ね、あの虐げられている、うん、そういったことではなく、やっぱり沖縄が沖縄でしか見えないことを胸をね張って言えるような、そんな子供たちをやっぱり育てていく、さっき玄ちゃん言ってましたけど、恨みつらみこればっかりをね子供たちに叩き込むんじゃなくて、沖縄の地政学的価値とか、ね、この沖縄の風土自然、そういったのをいかにやっぱり活用して沖縄をどん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 伸ばしていこうかっていう教育が全くこの教育現場になされていないっていうのが、私非常にねこの子供たちの、沖縄の子供たちのその成長を妨げている一つのファクターだったと思ってます。まあね、あの今なんか北海道からもなんか先ほどメッセージ届いて、まあ、どれだけの視聴者がいるんだろうと今ちょっと考えてた中で、まあ語弊があるとまたあれなので、確かにまあシンプルに何でも物事を考えてた方がいいかなってね、私も思うんですね。例えば機械のある修理工の人が、はい、修理をするときには、まずこの機械にだんだん癖ができたり、はいはい、だん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 もう歪んできたりして、まずはまず最初にやることは何かっていうと、一番最初の状態にまず戻すらしいんですよ、はいはい、そっから一個一個やっていって、あ、どこが違ってるんだ、どこが違ってるんだって、このマニュアルを覚えればもう簡単に機械の修理ができるっていうんですね、だから今のこれも多分ね、ボギーさんも大事なことだから、この今の、戦争の話を、沖縄戦の話をしたはずなんですね。だから、まず教育をするんであれば、原点はどこにあったのかっていうのを、まずはやっぱりね、なぜ戦争が起きてとか、どこでどういうふうに今の沖縄の歴史があるっていうのをちゃんとそこから教えた上で、今先ほど言った何ですか、匂いを嗅がすですか、そういうのも教えた上で、これぐらい大変だったんだよ当時の人たちは、であればいいと思うんですね。そしてまあ、これはいいか悪いか分からないんですけども、嗅ぎたくない生徒もいるか、中にはねいるかもしれない、まあこれいい悪いちょっとまあ分からないんですけど、そういう原点を何でも教えてやらないと子供たちはそこは分からないので、自分たちで調べることもまだね、そういう発想もないはずなので、そういう子に対してはちゃんと丁寧に、なぜそういうことが起きたかで、今はなぜそこに病院があるか学校があるのか、もう今の世の中をそれを丁寧に教えてあげるべきだと思う、そしてどうあるべきですよということを子供たちに考えさせる教育で、自分たちで調べさせる教育、そこが必要かなと思うんですね。そこがね、今の日本の教育に欠けてること。そうですね。外国なんかはさ、もう子供の頃から、もうそれぞれクラスメイトと、自分がこのテーマについて何を考えてるかって、討論する。はいはいはい。で、お互いの意見を言って、人の意見を聞いて、そこで、こう、なんていうの、こう、妥協点を見出してる。そうですね。こういうことをね、やらないと、結局、言われたことを鵜呑みして、じゃあこんなもんだと。はい、で、何の努力もしない。何の努力もしない。はい、このまま大人になっていっていいのかって。だから、やっぱり、今ね、こう、日本に必要なのは、ネゴシエーター。もう、説得できる。要するに、自分がこのことに対しては、しっかりと理論立てて、こう、筋道を立てて、そういう、礼儀を例えて、相手を説得する。こういう人材をね、作っていかないと、いつまでもさ、いつまでもこれはいけないとか、もう先生たち押し売り、もう残念ながら、これ、こう、ね、子供たちを染めててどうするのと、まともなね、優秀な子供ほど、先生たちを言うことは聞くんですよ。だから、もったいない。なるほどね、子供たちに自発的に、こうインターネットを使ってでも、こう世界の情勢をこう調べれば、どうやったら争い事からね、こう回避できるか、相手の立場、自分の立場、こうどう話していくか、そういうことをね、考えさせる子供たちを育てていかないと、もう10年後、20年後、また戦争に巻き込まれる思い、今だって目の前にあるじゃん。
北朝鮮という。そうですよね。だから資源のない日本が世界と渡り合っていって初めて皆さん幸せでね、訪れるじゃないですか、みんなを幸せにするためには、そのためにはやっぱその教育、本格的な教育をしていかないと、やっぱりいけないんじゃないかなって。だから今の教育は本当にきちっと立て直さないとっていう。そうですね。俺もそうですし、ボムちゃんもそうですね。だから、ちょっと子供たち、これから、もう、50年、70年、80年、はい、将来があるじゃん。はい。はい、この将来に幸せになっていくためには、やっぱり自分がそれを、こう、そういう困難、はい、こういろんな、こう、苦難を乗り越えていく力を持たないと、はい、人に騙されたり、はい、人に傷つけられたり、はい、こんな人生を送らせたくないぜ、俺は。ですよね。うん、将来ですね、やっぱり、今日書いてなんとかあるよね。そういうのですね、やっぱり幸せになるには、そう、うん、幸せになるには、やっぱり相手の幸せを考える、はいはい、相手を幸せにすることが自分の幸せだという、はいはい、根本的なことを教えてないんだ、今、あ、得をつむ、はいはい、知らず知らないうちに、ね、なんかいいことをして、うん、誰かのために役立つという、はい、こういう日本の素晴らしさ、どこ行ったって思うよな、そうですね、いいですね、今日は元ちゃんすごい饒舌ですね。いや今日よ、今日はよ、はい、もう本当にこう分かり合いの人がいるけど、いや不思議な縁ですね。でもこれっていうのはね、あ、そうですね、はい、はい、これがやっぱり人の縁なんですよ。そうなんだ、会うべく して会わされたっていうことであって、今日こうして来ていただいて、本当に私もこんなに盛り上がってるなんてびっくりしたんですけど、はい、まあ曲もかけてねえし、花谷さんも私ね、今話聞いてて、まあこういった若手が将来沖縄の政治の表舞台に出てくると、非常に沖縄っていうのを活性化していくんじゃないかというのは思っているんですけど、あの花谷さんのその政治家としてのライフワークっていうのはどういったものがあるんですか。ですね、例えばライフワークというか、うん、じゃあ、まあ、新庄とか、はい、私が今2期目の挑戦なんですけども、はい、まあ、今週日曜日が党開票日なんですけどね、うん、1期4年を務めてきた思いを、はい、はい、あえてちょっと文章化、私がこれを文章化しているのがちょっとありますので、はい、ちょっといいですか。はい、ですよ、はい、ぜひお願いします。ね、文章を読むような感じで、いいよ、沖縄のね、若き政治家が何を持っているのかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。思いを何したかっていう、うん、本当に、1、2、3、4、5、6、10、10行でまとめたんです、うん、はい、ちょっとこれを読んでいいですか。はい、ぜひお願いします。1期4年を通し、うん、街のあらゆることが見えてきました、うんうん、一言で言えば、一昔前のように、うん、ご近所がお互いに支え合う環境、うん、ユイマールの心を取り戻すことが大事だということが分かりました、うんうん、子育て、福祉、教育環境、うん、どれをとっても支え合う環境が必要です、うんうん、昔は3世代同士の大家族でしたが、うんうん、核家族化が進んでいる今だからこそ、うん、支え合う街づくりをしなくてはいけません、うん、支えなければいけない子供、大人、高齢者の方たちがたくさんいます、うん、ただ予算をつぎ込むことが解決ではありません、うん、本当の意味での支え合う街づくりをするために2期目も全力で取り組みますっていうのが、はい、私のたった10行でまとめた思いなんですね。素晴らしいよ。だから 今言ってるようにもう、はいはい、3世代同居はね、今、うん、結局もう各家族か、そうそうそう、だから、うん、父ちゃん母ちゃんうるさいから、うん、もうアパート借りて独立しちゃえっていう、この、ね、短絡的なこの方向がね、子供を鍵っ子にしていくし、はいはい、子供に寂しい思いさせるし、まあこれはもう仕方ないことなんですけど、うん、だからこそ、うん、今はもう大家族ではなくなっている、うん、今だからこそ隣近所の地域の支え合いが私必要だと思ってるんですよ、うん、だから例えば、うん、その支え合いがあれば、うんうん、例えば今言ったような、うん、隣の子供を預かろうかとか、はい、こっちで勉強をちょっと教えてあげようかとか、いいよね、それで教育が戻るじゃないですか、うん、で福祉にしても、うん、隣のおじいちゃんおばあちゃんを病院に連れてってあげましょうかとか、うん、そうだよね、ついでって感じで監督でやってくれればいいな、まあ、福祉にしても予算がかなりもかかってるもんですから、うんうんうん、予算をかければ解決じゃないんですよ、うん、まずは基本的なことは支え合う街づくりをやっていくことが、うん、福祉や教育、子育て環境がもう発展していくことにつながってくるんですよね、うん、だからまずは予算ありきじゃなく、うん、
支え合う町づくりの心構えありきで進めていかないと、たちまちこの予算を間違った方向に、うん、予算の勉強だけをして、うん、予算を間違った方向に使ってしまうと、うん、もう町はちょっと大変なことになってしまうんですね、うん、だからさ いつも思うんだけど、はい、なんかもうあの要するに予算、まあ、予算があって、まあ、確かに生きていくようにお金必要だけど、うん、そうでもね、うん、やっぱり地域のためっていういろんなことのためっていうのは、はい、あの一番あの今こう私たちの周りにかけてるのが、はい、ボランティア精神、ボランティア精神、そうですね、うん、あこの人のために何か役立ちたい、はいはい、この人を助けてあげたい、はい、うん、この人に困ったらきっと喜ぶだろうという、はい、このボランティア精神が今一番かけて今言ってるのはそれだよね、うん、そうですね、うん、だからこれをいかにしてこうお互い、お互い様、お互い様っていう、お互い様で、そうこういう意識でね、あの、はい、こう地域の人が一つの家族みたいなね、はい、コミュニティ作るかって、はい、一番いいわけよ、一番いい予算とからんし、で、今から言ってんでね、それでちょっと起きてくれる、はい、うん、で、こういう、うん、この考え方で、うん、なんとプラスアルファ予算が、はい、ついたらいいんだからね、もうこの予算の使い方を本当に最大限に発揮できると思うんですよ、はいはいはい、そうそう、だからもうまずはこの基本が大事かなって思うんですね、うん、そうだね、だからさ、予算もさ、こう、なんていうの、まあ、沖縄県に3000億円のお金が、はい、うん、毎年来るけど、はいはい、それもこう嫉妬不明、どういうふうに使われてるか全然わからないじゃない、あ、はい、で、おまけにこう使い切れないから返すっていう、とんでもないことやってるじゃない、せっかくいただいてる予算を、はいはい、しっかりと末端までさ、はいはいはい、充実させて使っていって、うん、それこそもうこの予算消化がね、あ、うん、これでみんなこう地域住民も潤ったなっていう、うん、だから、はい、私たち住民までね、こう、うん、せっかくのこの交付金が、はいはいはい、何のご利益もないんですよ、ありがためもない、だからこんな社会がまずいよな、そうだな、うん、やっぱり全くみんなちゃんと行き渡って、うん、みんなが幸せに、あ、やっぱりいい沖縄県になったねというような、うん、これを作る政治家です。そうそう、だから私今、皆さんが勘違いしてるのは、うん、国の政治もですね、うん、はい、そうではなくて、一番地域の政策に企画している地域行政であり、地域の議員でありが一番重要で、うん、地域っていうのは、例えばもうこれは政党関係なく、いい、例えば、なんていうんですかね、この、はっきりした、この政策があれば、はい、もう政党とかそういうの関係ない、やっぱり予算というのが下りるわけです、うん、やっぱり国からの予算というのが下りるわけです、うん、だから地域は地域だけで地域のことをやることができるので、うん、一番大事なのは地域がしっかり根を張って、うん、町民やこの市町村民の人たち の、うん、有権者の声をちゃんと大事に拾い出し、うんうん、っていうところが一番大事なことなんですね、だから、うん、何でも国がこうだから国がこうだからっていうのは間違いで、はい、自分たちそれぞれの地域にもう私例えば何と何と何と、うん、皆さんいますよ、うん、この人たちが一番地域に根を張ってるかということが一番大事なんですよ、うん、例えば、ね、自民党だったり社会党だったり共産党さんだったり公明党さんだったりみんないますよね、うん、その人たちが地域に根を張って住民の人の声をどれだけ聞いて、うん、そして地域を作っているか、うん、これが反映されて、いい予算の使い方ができるわけなんですよ。だから、予算の使い方というのはもう、地域のことじゃなくて、国のことを言う議員さんの中にはいたりするんですよ。だからさ、国のこと言ったって自分の足元だよ。そうそうそう。一番は、足元のことを議会でも、ちゃんとしっかり伝えないといけないんですよね。だから、国の足で、地域が一番重要。地域の積み重ねで、いい国ができていくとか。だから、国も、地域が活性化することがこう国がもう反映するっていう、はい、そういう意味でもっとね、もう議員さんなる人たちも、はい、役員たちもね、もっと電子給料を見て、はい、まずはそこに住んでる住民、はい、学校だったり PK の子供たちが一番大事なんですよ、一番子供たちですね、だから先生が大事じゃないんだよ、子供が一番大事なんだよ、はい、そこを履き違えてる先生ってたくさんいるし、うん、でこう子供たちがいるからこそ自分たちは仕事をさせていただいているじゃないですか、そこの原点を、ね、忘れてほしくないよ、はいはい、でやっぱり、ね、こうそうやってもう子供を優秀な社会人として世界を渡り合える、それだけの、ね、素晴らしい人材にもう育てていくっていう
目標持ってほしいな、はい、先生方。そしたら先生方、まあ先生方にもいろいろ言ってるけど、それも一緒で、うん、人間魅力ある人間がどれだけあるかだと思うので、先生方も、うん、私今回ですね、先生たち の、 卒業パーティーに向けて招待をしたんですよ、うん、から、まあ、退職を図るかと思うんですが、先生たちって何も変わらずに、うん、先生の姿がみんなイメージするじゃないですか、うん、もう弾けてるんですよね。人間みんな変わらないなと思って、もう余興をやったり、もうわわわわして、お互いがもう感激して泣いてるのが、やっぱみんな同じなんですよね。でそこでどうやって、ね、うん、はい、まあ、私たちが引っ張っていくか、うん、そうだね、そうですね、まあ、そういう意味では、まあ、PT 活動も頑張ってほしいし、そうですね、またね、また選挙も頑張って、一気ではね、何もできない、そうですね、やっぱり2期3期っていう自分の思いが伝わるには、はいはい、その間の時間をね、ぜひ頑張って勝ち取ってほしいなと思います。わかりました、はい、今日はですね、まさきさん、はい、はい、ね、世の中からお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、また次また機会がありましたら、はい、ぜひ当選して出て遊びに。わかりました。はい、今日はね、はい、今日はまたこうやって、はい、楽しい話ができて本当に良かったなと思います。はい、ボビちゃん本当にありがとうございました。はい、多分聞き足りないので、そう、また近々お呼びして。はい、その政治教育問題またちょっと深掘りしてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。一回じゃ足りないですね。はい、それだけ魅力があるということ。そうですよ。はい、また来週また聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。